高槻阪急は、大阪府高槻市白梅町にある、H2O リテイリング参加の H2O アセットマネジメントが運営する阪急百貨店の店舗。本校では、西武百貨店運営時のオーロラモールについても記述する。西武高槻店時代の外観高槻市が主導した、国鉄高槻駅前再開発事業により、 西武百貨店が1971年に子会社、株式会社、西武百貨店関西を設立して出店した、同社の1号店である。1973年に大規模小売店舗法が施行されたのを受けて、直営売り場を削って、各フロアに専門店を入居させる試みを行った。声優やパルコが同居しているような形態で、 モール併設型店舗の先駆けでもある。そのため、あえて百貨店ではなく、ショッピングセンターと呼称していた。このスタイルは西部百貨店関西の2号店となった大津店のほか西部かすがいショッピングセンター、西部津田沼ショッピングセンターなどにも踏襲された。施設名称は、西部高槻ショッピングセンター、西部高槻ショッピングセンター、 オーロラモールと変遷している。西部時代は、各テナントの西部百貨店高槻店に対し、モール全体の名称をオーロラモールとしており、入居テナントや各種案内表示でも、両方の名称が混在していた。開業予定日4日前の1973年9月25日、工事中に火災が発生。 原因は警備員による放火で、作業員ら6名が死亡し、14名が重軽傷を負った。建物の修繕に1年かかった。回転告知広告には、大村コ一家がビートルズの紛争で登場したことも話題となり、回転後は順調な滑り出しとなった。1階には、ヤングファッションを配置し、関西には、 ファッションビル的な郊外型百貨店がなかったため、流行に敏感な若者層に支持された。なお、出店当時はすでに、堤見聖が率いるセゾングループは、堤義吉明が後を継いだ、西武鉄道グループからは、独立していたが、西武鉄道は、西武ライオンズの買収前で、1971年の、法人設立当時は西日本鉄道が、 親会社の西鉄ライオンズであった。そのため、創業者、筒美康安次郎の出身地であり、大見鉄道など、筒美系企業が所在する滋賀県の一部地域や、一部の鉄道ファンを除いては、関西では、全くの無名の存在であり、入社試験に訪れた若者でさえ、西武百貨店と読み間違えるほどであった。1995年9月、 段階の世代のミセスをターゲットにリニューアル。地上駐車場を簡易的な2階構造に拡張した。2004年9月10日、全館リニューアル。屋上駐車場と2階部を解体し、隣接する GSU 朝コーポレーションの工場跡地に高い層型駐車場を開設。百貨店ゾーンでは60のファッションブランドを新たに導入し、従来はなかった。 デパ地下グルメストリートも新設された。専門店ゾーンでは、北節最大となる、ユニクロ大型店、赤ちゃん本舗、ベスト電機などが入居した。2017年10月1日に、そごう神戸店とともに経営権が、そごう、西部から、H2O リテーリングに譲渡された。うには不動産の管理、開発を手掛ける H2O 市会社の H2。 オーアセットマネジメントが行う。当面は、西部高槻店のまま、西部の店舗として運営するものの、グループ内の事業再編に伴い、運営母体が2019年10月1日付で、阪急阪神百貨店に移管され、同日付で野号を、高槻阪急とすることが、2018年9月27日に、H2O から発表された。 2017年以降の運営会社交代により、2018年と2019年は埼玉西部ライオンズの優勝セールを行わなかった。国土計画の球団買収以降、関西地区では、大津、八尾、塚賀新の各店とともに優勝セールが高齢化し、特に高槻では年度により、選手もゲストとして招かれるなど、盛大に行われていた経緯もあり、 ライオンズ優勝決定前後の店頭には優勝セールを行わないことと2017年以降は半球半神東方グループが運営している旨を併記した告知の掲示が行われた。なお運営会社交代後もロフトやセブンアイグループの赤ちゃん本舗タワーレコードは引き続き入居している。高槻駅周辺には北口にアクトアモーレ 南口にグリーンプラザ高月が競合し、また一帯には、複数の商店街が広がっており、北節随一の商業集積地となっている。なお、1988年と2004年は、北口の西部百貨店で、西部ライオンズの南口の松坂屋で、中日ドラゴンズの優勝セールがそれぞれ行われていた。テナント一覧は公式サイト、フロアガイドを参照。 ありがとうございます。